被害はありませんでした。台湾国防部はきょう、中国が打ち上げた人工衛星の残骸が台湾北部沖の警戒区域内に落下したと発表しました。中国が残骸の落下の可能性があるとして事前に設定していた航行禁止区域を指しているとみられます。台湾国防部は、われわれの国土の安全に影響はないと説明しました。